横浜ドリームランド。横浜ドリームランドは、かつて、神奈川県横浜市と近く、またの町技沖原700番地で営業していた遊園地。日本ドリーム観光株式会社の手によって、1964年に開園し、2002年に経営悪化のため閉園した。姉妹園的存在に先行して開園した、ならドリームランドがあった。日本ドリーム観光が、 大英に九州合併された後は、大英の子会社である、ドリームパークによって運営されていた。昭和の工業史と呼ばれた、松尾国産率いる日本ドリーム観光が、毎日新聞社の講演のもとに総工費、約200億円を投じて建設。松尾は、観光立国を標榜し、金で東京近郊での一大娯楽施設を開設することを目論んでいた。 開園当初の横浜ドリームランドは日本のディズニーランドを目指すという松尾の構想に基づき横浜郊外の小高い丘陵丸々一つを開発した約132万平方メートルの広大な敷地に遊園地やボーリング場、スケート場、ショッピングモール、映画館を備えた当時の日本国内でも屈指のレジャー施設であった開業翌年の百六十五年には敷地内に 当時の国内で随一の高層建築物であったホテルエンパイアも完成した。開業から2年後の1966年5月2日には、それまでバス、またはマイカーに限られていたドリームランドへのアクセスの目玉として、国鉄、当時大船駅とを結ぶモノレール大船船線が開通。バスでは15分であった大船、ドリームランド間の所要時間を、 約半分の8分に短縮するという触れ込みであった。しかし、モノレールオーブネ線は、技術上の欠陥により、わずか1年半弱後の1967年9月24日に、運行休止に追い込まれる。その代替として、神奈川中央交通のバス便を平日70往復、休日300往復させる措置が取られたが、ドリームランドへのアクセスは再びバス化。 マイカーに限定されることになった。しかも、開園当初は、のどかな田園地帯であった、戸塚周辺は、高度経済成長によって、急激にベッドタウン化が進むとともに、道路交通量も著しい増加を見せており、特に、バスマイカーともにたどり着くために通過しなければならない、国道1号原宿交差点は、神奈川県内でもトップクラスの渋滞箇所に発展していた。このため、 バスの場合では空いていれば、大船駅から15分、ないし20分程度で済む乗車時間も、場合によっては1時間以上要することが、あ。また、東京都内や横浜市外から、マイカーで来場するケースでも、週末などは、原宿交差点を先頭に5キロメートル以上、横浜振動内まで続く渋滞が、しばしば発生した。いずれの場合においても、 来場者はレジャーを楽しむ前に少なからぬ時間ロスと疲労を強いられることになった。このような交通アクセスの悪さは開園当初から閉園に至るまで経営を圧迫する致命的な欠点となり1970年昭和45年には早くも収支悪化によって敷地東側の部分売却全敷地の約4分の1に至る。その後も段階的に 敷地売却が行われ、売却された土地には、神奈川県住宅供給公社と横浜市住宅供給公社によって、ドリームハイツという名の高層団地が建設されている。1970年代から1980年代初頭に、かけては、京浜地区で競合する施設が少なかったことなどから、苦戦のうちにも、年間160万人の入場者を数えたが、 1983年の東京ディズニーランド開園などを契機とて入場者数は加工の道をたどる。時をほぼ同じくして日本ドリーム観光本体では創業者である松尾国産の死去。1984年をきっかけに松尾の遺族と経営人との間で泥沼の経営権争いが発生し、最終的に経営権は遺族の手に移るが、 後に日本ドリーム観光は遺族を支援した中内伊佐によって1988年に大英に吸収され、横浜ドリームランドは大英の子会社であるドリームパークによって運営されることとなった。大英は当時、プロ野球球団南海ホークスの買収など積極的な事業拡大を進めており、横浜ドリームランドにも最高の期待が膨らんだが、間もなく、 訪れたバブル崩壊と共に水泡に返した。その後も横浜、八景島シーパラダイスや横浜コスモワールドなどの競合施設の出現に加え、少子化やレジャーの多様化も要因となって客数は減少を続け、年間入場者数は最盛期の約半分程度まで落ち込んだ。結果、陳腐化が進んだ園内アトラクションの大規模な入れ替えや施設改修に資金が回らず、 それがさらなる入場者数減少に結びつくという悪感に陥った。また、長年にわたり回転休業状態であったホテルエンパイアも1995年に閉鎖され廃墟同然と化した。1990年代末期、大英は本業不振や過度の事業拡大が負担となって赤字に転落し、深刻な経営危機が表面化した。2001年には、 日本ドリーム観光の買収にも大きく関わった中内伊佐夫が辞任へと追い込まれ、再建を持つ銀行側から2002年のうちに約100億の負債を処理しない限り今後の融資は不可能と通告されたことから、大英は大規模な系列事業の見直しを行うこととなった。これによって細々と営業を続けてきた横浜ドリームランドも事業リストラの対象となり、 遊園地として存続したまま経営権の譲渡をするよりも、整地した上で不動産として売却する方が有利と判断から閉園が決定した。翌2002年2月17日、横浜ドリームランドは37年半の歴史に幕を閉じ、営業を終了した。閉園時の敷地面積は、度重なる縮小によって、開園当初の132万平方メートルから、 よそ10分の1の14万6000平方メートルとなっていた。横浜ドリームランドの土地は最終的に大英系列の十字屋が所有していたが、大英の債権者である銀行の仲介により、平園に先立つ2001年10月に中古車流通会社 u s s へ約88億円で売却され、同社がオートオークション会場として使用する計画を発表した。 しかし、原宿交差点の渋滞悪化などを懸念した近隣住民によって強い体運動が起こり、USS はドリームランドアート地への進出を断念。同地を横浜市に約104億円で買い取らせ、市内に代替地を確保した。横浜市は取得した土地を南北に分割し、旧ホテルエンパイアの建物やボーリング場を含む、 敷地の南側を続き第一学園に売却した。2006年、同学園は取得した土地に横浜薬科大学を開校させ、旧ホテルエンパイア及びボーリング場の建物も改装を経て校舎の一部として転用されている。残る跡地北側は横浜市によって再開発され、2008年にまたの公園並びに市営墓地メモリアルクーンとして整備された。 またの公園内には、野球場、またの公園、横浜薬大スタジアム、収容人員、約3000人も落成している。これらの再開発事業に先立って、周辺にあった大英系の商業店舗はすべて閉鎖、解体されたことから、横浜ドリームランドの痕跡は、総集かす神社、公術や横浜薬科大学の校舎となった一部の建物を残して消滅している。 ヨーロッパの宮廷の庭園をイメージした4200平方メートルの大花壇。正門を入ってすぐのグランドアベニューにあった。庭園の両脇にはヨーロッパの街並みを模したショッピングモールが作られた。1980年に撤去された。アドベンチャーランド開園当初の目玉の一つでアメリカのディズニーランドのジャングルクルーズを模した冒険の国巡航船などがあった。 建設費、約30億円をかけて作られたが、経営悪化の影響で1970年に土地を売却し、高層団地のドリームハイツの一部となった。巡航船は、その後、スポーツランドのフリーウェイを壊し、移設された。キディランド、おとぎの城、おとぎ列車、レインボーブリッジ、ピーターパン、空飛ぶ絨毯、デイジーチェア、ティーカップ、スワンボート、水上スクーター。 飛行があった。潜水艦、ボブスレー、ショッキングカー、フリーウェイ、オクトパス、スイジングスイング、空中ブランコ、ロープウェイ、口日のワンダーホイールがあった。特に潜水艦は日本で唯一のアトラクションとして人気を博した奈良ドリームランドにもあったが、途中で池が埋められ消滅していた。その他にも子供遊戯場、普通の公園のように滑り台、 ブランコ、ジャングルジム等がある、セトラントポニー、ロバに乗り、砂漠やピラミッドがあり、ラクダのいる世界を散歩するがあった。ドリームランドの目玉とも言うべき大観覧車。高さ75メートルで、開園当時は世界一の大きさと言われていた。ゴンドラは一大大きに、通常のタイプとフレーム内に設置された、いびつな楕円形の霊に沿って、滑車で移動するタイプに分かれており、 観覧車の回転に応じて、自重で、レールに沿って移動しつつ揺れる構造となっていた。このため、スリルを味わう人が多く、動くゴンドラに人気が集中した。1979年3月1日に登場した、ジェットコースター。日本における、ループコースターの講師。突然急発進した後、360度宙返りを、猛スピードで前向き。 後ろ向きで繰り返す往復型コースター。1976年に設置されたフランス製の二層式メリーゴーランド。閉園後は同じく大映が経営に関わっていた小山遊園地、玄王山遊園花ベストを多くに園内の備品などと共に引き取られた。開園当初はこの場所に大噴水があったが取り壊され、1967年にプールが建設された。 当機は、スケートリンクとして活用され、近隣の小学校などのスケート教室で利用されていた。閉園後は、スケート教室の廃止、及び場所の移動といった措置が取られた。アトラクション、ミュージックエキスプレスの運行を担当していた、従業員男性の愛称。地味なアトラクションを盛り上げるために派手な衣装をまとい、即興で、フィンガー5の 学園天国の不死で、平平へと声をかけることで有名になった。ならドリームランドで働いていた妹の勧めで、開園と共に就職し、定年を迎えた後も、食卓として閉園まで勤務。閉園まで、ミュージックエキスプレスの操作を7年間担当。その後は、併設のボーリング場、ドリームボールにボーリング指導員として、再就職し、 2004年12月12日の閉鎖と共に退職。エレメカやピンボールなど非常に古いアーケードゲームが残っていることで一部のゲームマニアに知られていた。これはゲームコーナーの運営者がドリームランド自体とドリームランドに入っている業者の2社であったためで、それらのレトロなゲームは校舎により運営されていた。ほとんどのゲームは閉園後に売却され、その一部を遊ぶことができる。 夢のホテル、ホテルドリームランド後の駐車場には1994年から2001年までの間、ドライブインシアター、ムービックス、横浜ドリームランドが設けられた。株式会社小畜、シネ、ファイジャパンが設置。併設のアーケード商店街。閉園時には、ほとんどのテナントが撤退しシャッター通り溶かしていたが、委員が2件残っており、閉園後も存続した。 遊園地の解体が進む最中、最後まで残ったこれらの委員も移転し、完全に解体された。横浜ドリームランドの建設に際し、その発展と繁盛を願って、敷地内に奈良の春日大社の分霊を勧生し、ドリームランド、春日神社が建立された。その後、神社とドリームランドとは、敷地、組織とも切り離され、宗教法人として独立し、 総州春日神社と改名した。境内には、新緑として、春日大社から賜った鹿が飼育され、参拝客が鹿せんべいを与えられるようになっている。横浜ドリームランドの廃園時には、総州春日神社はすでに別組織であったため、跡地の聖地、売却後も現存し、鹿たちも健在である。1980年代には、 毎年、若手アイドル歌手をキャンペーンガールとして起用したが、アイドル歌手の登竜門と言われた、大磯ロングビーチのキャンペーンガールに対し、同じ神奈川県下でも、横浜ドリームランドのキャンペーンガールは、翌年にはなお消すような地味なタレントばかりであった。九百七十から九百九十年代には、テレビドラマの撮影が数多く行われ、中でも TBS のキーハンター。 東京警備士レーザーガードマンには複数回登場した。その他にも映画やテレビコマーシャルのロケ地として使われた。閉園後、横浜ドリームランド監修のメモリアルビデオ、さよなら、横浜ドリームランドが ASP 出版より発売された。ドリちゃん、ランちゃんの二人がアルバムを眺めながら、開園から閉園までの出来や施設を振り返るというストーリーになっている。 主に過去のスチール写真と閉園園児の映像から構成され、平平おじさんや来場客のインタビューも収録されている。前編、約2 5分。営業最終日の様子も収録されており、閉園前には園内で購入希望者から予約を募り、後日発送するという形が取られた。ドリームハイツは横浜ドリームランドの跡地付近にある住宅団地。 横浜市住宅供給公社により開発された通称市ドリームハイツと神奈川県住宅供給公社により開発された通称ドリームハイツがある。開発時に当時運行を休止していたドリーム開発ドリームランド線の運行再開が予定されていたがその後運行再開されないまま廃止されている。大船駅、戸塚駅、湘南台駅等へのバスが 主な公共交通であり、団地内にドリームハイツバス停がある。直線距離で 2km ほど離れた位置にいずれも1999年開業の夢が岡駅、下井大駅があるが、両駅へのバスはない。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。